イズツグモエニーピナプジェルカー種は、イズツグモ科のクモ。小型で地味なクモであるが、日本では本家に含まれる数少ない種の一つである。体長は、メスで6から7ミリメートル、オスでは5から6ミリメートル。東京部背面は、褐色から灰褐色で、中央部分は明るい色をしており、両側は、黒褐色。上あごは褐色。 東京部覆面の胸板は高褐色で周辺が黒っぽくなっている。目は八眼二列で前列は五曲、後列は全曲し、どちらの列でも目はほぼ同距離で前側眼が中眼より大きい。腹部は大型で淡褐色で前半中央に明るい部分を囲んで黒褐色の半紋があり、その後方には左右体になった黒褐色の半紋がある。 北海道、本州、四国、九州に分布し、他に韓国から知られる。里山から山地まで生息。森林地、林園、林道などの木々の間に見られ、樹木の枝先、樹皮状、草の葉の上などを歩き回っている。特に新葉樹、杉の木に多く見られる。歩食性の雲で歩き回って餌を捕らえる。産卵期には袋状の巣を作り、 その中で産卵する。陶器には樹皮下で越冬する。詳細な生活史は知られていないが、飼育記録からある程度の生活史を推定した千葉県での研究がある。それによると、この雲は年一火星で秋に生態が出現し、生態で越冬する。樹木の幹に陶器に巻き藁をして、そこに侵入する雲を調査した結果では、 出現近くの杉林では、本種が最も優先し、全数の78%を占め、それらの大部分は生体であったという。産卵は春に行われ、陽性の出納が見られたのは5月下旬から6月上旬、卵納あたりの陽性数は平均で62個体。メス生体は、陽性が出納するまで室内にあり、2回目の産卵は見られなかったとのこと。 妖精の脱皮回数は8回。本家は世界に50属500種を含むが、大部分が南北アメリカ大陸にあり、ヨーロッパからアジアにかけて、産するのは本種の属するイズツグモ属の10数種のみ。さらに、日本産は2種しかない。日本には同族では以下の種がある。本種よりやや大型で、個体数はより少ない。体色が明るくて、反問も異なり。 判別は容易である。なお、和名についてはかつては、伊豆津雲という表記も見られた。ABC 深海、P274 以下、記載の中心は、小野編長、P548 やぎ沼、P186 小野編長、P548 宮下以下、主に、小野編長、P547 から548、岡田ほか、P387 など。 ありがとうございます。